僕からいいですか、カオさんから。あ、どうぞ。そうですね、まあこのインドの映画とかを見てそういうダンスのテイストを学んだりっていうのももちろんあるんですけど、僕ら梅坊がそもそもそのキャッチな振り付けだったり面白おかしい振り付けだったりっていう、その美しく優雅でかっこいい振り付けっていうよりはそのキャッチな音楽でキャッチな振り付けでっていうことをやってるチームでもあるので、その面では共通点がすごくあってですね、なのでそのインテイストの音楽に合わせて僕らが浮かぶキャッチな振り付けをそのまま当て生かしていこうっていう感覚でやってましたね。なのでこれにあたってインドの舞踊を学ばなければとかっていうことっていうよりは、見てそれを受け入れつつも僕らの良さを生かしていく感じ。あ、質問に答えられてるかな、エネルギーってところは、そうですね、すごい共通点というのはお客さんも楽しくて動き出しちゃいたくなるような直接的なキャッチーさっていうのにシンパシーを感じたので、僕らのいつも普段やってることでなのでやりやすかったっていう感じですかね。特にもう全く新しいエッセンスを勉強したっていうことではないです、これに合わせて。はい、どうですか、ハオさんは。そうですね、私もまずはでも見ました、そういうインドの、映画だったりそういうちょっと ダンスものだったりとかっていうのは参考にさせてもらって、でやっぱりその特徴があるので、インド映画のそのすごくもうユニゾンで踊ってやるっていう特徴があるので、まあ、それも参考にしつつ、自分が思うインド風な、まあ、手の使い方だったりとか踏みの角度だったりとかそういうのを取り入れながらっていう感じですか、はいはい、結構でも女性と男性で違いますよね、うん、インドの映画って、ね、うんうん、結構女性はやっぱりそのサリー着て指先のこういう感覚とかっていうのが多いんですけど、男性結構ゴリゴリヒップホップ踊ってるみたいのが、うん、多いんで、そういう面ではやっぱりカオさんと僕とで違いが出てるかもしれない、まあ、もちろんそれぞれです、カオさんも男性に振り用しますし僕らも女性に振り用することあるんですが、その違いはあるかもしれないですね、男女のやつですけど。梅坊6人がゴッと踊るシーンっていうのはインドよりも激しくいこうぜみたいな感じで作ってはいます、はい、ね、今日は緊張して静かだった方だと思います。でも必ず誰かがね声出ると必ず声出すよね、はい、とりあえず大きい声出すもんね。そうなんです、もともと僕らの梅坊の出身のダンスの大学のサークルが超体育会系で、もう何かあったらお願いしますって言わなきゃいけないサークルでしたし、分かったらはいってすぐ返事しなきゃいけないっていう整列みたいな感じのとこだったんですよ。でその名残が少しもう10年ぐらい経っても残ってるのかなっていうのはありますけど、そのどの現場でも僕らは結構他の、まあ、結構疲れてきたりとか、あとはダンサー以外の役者さんとかが振り入れられてるといっぱいいっぱいになっちゃってこうなってくるんですよね。でそういう中で練習するよりも僕らやはり楽しさと、まあ、楽しみながら稽古したいなっていうのがあるんで、疲れてきた時ほど声を出すっていうなんか暗黙の了解がなんかあって、試合行くぜもう一回みたいな感じでお願いしますみたいなこと言ってますよね、言ってますね、はい、感じでやって、いつも大概の現場は盛り上がるんですけど、今回のボンベイドリームスは役者さんが結構ストイックに自分の世界に入ってこう振りを確認してるんで、俺らお願いしますと言って俺らの声だけ響いて、結構ね、あんま乗ってこないみたいな、おやみたいな、いつもの現場と違うみたいな空気は大人なんですけど、そう、若い20代の子とかと一緒にやってると一緒にはーいみたいな感じで盛り上がってるんですけど、いや一筋縄ではいかないぞみたいな戸惑いは隠せません、その感じには。ただ僕ら今日はカオルさんではなくて僕らのメインの振り付けだったのでそういう感じでやってましたが、カオルさんの時はもうみんな嘘で
いや面白いなと思って、yeah. その温度差みたいな、温度差っていうかなんかね、すごくでも盛り上げようとしてやってくれてるなっていうのをすごく感じるし、まあ、それで実際本当にあの並ぶ時もあるし、逆になんかここはなんかそれぞれのペースでやってるんだなっていう時もね、探りながらね、いろいろ探れてない時あるんですけど、ね、それが面白いなと思って、カブさんがちょっと静かに聞いてっていう空気出してる時も俺らはあいさーとかやったりするんでやばいやばいってなる時は多々あります。ここはダメだ、静かにしなきゃいけなかったっていう時は、すいません、そうですか、とんでもないです。基本でも色分けがされてますね、カオルさんのフリーレの時はみんな集中してポーズって感じですけど、僕の時はあいがしょーみたいな感じでやってます。あと、まあ、この激しいダンスの中で歌を歌うっていうので、さっき一瞬ちょっとなんか体力的にやばいなみたいなことをちょっとおっしゃってた部分があったんですけど、はい、その辺はどうですか。曲によって使い分けだと思います。やっぱりその今回はキャストが役者さんも踊らなきゃいけないし、ダンサーも歌わなきゃいけないしっていう中でやってるので、その他の曲とか結構俺ばっか喋っちゃってすいません、全然なんか歌いながら踊らなきゃいけないってところは考えてもちろん振り付けをするんですが、今日取材をされてるこの曲に関しては全体のこの曲の流れを考えて激しくいきたいところであるんですね。でお祭りのシーンっていうのがあるので、多少歌うのがしんどくても体を動かしたいっていうのがありまして、今日に限ったそういう、だ全部の曲に関してこれは歌えないよって振り付けをしているわけではないということを知っておいていただきたい。熱く拳を握りながら、え本当にね、歌いながら踊りながら歌うっていうことが実際本当にやってみると本当に大変なんですよね。なのでそこのせめぎ合いというか、どちらを立てればどちら、やっぱり振りも簡単になってしまうし、踊りを見せたいと思えればやっぱり歌もちょっと厳しくなってくるし、そこのせめぎ合いでいつも振り付けするときにはいつも考えると思うんですけど、うん、やっぱり相乗効果でいければいいんですが、なかなか難しい、うん、今日の部分は特に結構激しいダンスっていうか、そういうのが多かったシーンだったっていう感じなんです。逆にスローみたいな曲っていうのも結構あったりする、うん、ありますあります、はい、そういうところはもうカオルさんが素敵なんですけどね。お互いのこう振り付けとかをやっぱり拝見されて、なんかまあここがすごいなとか、あるいはまあ感想と言いますか、なんかちょっと伺いしたいんですけど、やっぱり男性なんで、もう当たり前ですけど筋力が違うんですよ。だからすごくやっぱパワフルですよね、うん、でも踊っててもそうですけど、やっぱり男性の男性的なすごくパワフルな振りだなと思って、うん、今日なんかも特にね、うん、ユニゾンの振り上手ですよね、振り付けが。どこですか、やっぱ梅坊だけ のナンバーとか見てると、やっぱすごくまとまってるっていうか、なんか振り付けが、うん、うん、あれとかね、スラムダンクとか、本当ですか、うん、私は好きですけど、これ記者の方は分からないと思うんですけど、すごく奇跡的な瞬間。なんでまだカオルさんに振り付けを褒められているい。いやいやいや、まあまあ、はい、そう僕らもうんって思いながらやってるともたくさんあります。ありがとうございます。いいあのアイデアを盛り込んでくるんですよ。提示するというか、はい、女の子、ね、だっていいかとか、なんか、そう、梅坊自体がダンスを手法として演劇をやってるところなので、まあでも、カオルさんももちろんそうなんですけど、そのいらっしゃる団体って、僕らセリフの代わりにダンスを使って演劇作ったりする団体なので、その作品の文脈から振りを持ってくるっていう感じなんですよね。音楽に合った振り付け、ニュアンスっていうとこももちろん大事なんですけど、お話の中の文脈をどう演劇性をダンスにしたらそうなるかっていうのを大事にしたくてやってるんで、変な振りがいっぱい出てきたりですよ。普通のダンサーさんがダンスだけを習ってたら出てくるようなかっこいい振りではなくて、変な動きが出てきたりっていうのを、それを持ち味に逆にしたいなと思ってるんですが、カオルさんの振り付けはもうとにかく繊細でして、指先だったり手足
の角度とか見え方っていうのと細かいところまですごく計算されているというか、あと人と人とが重なってたりとか、こう全体を見渡すときにここはこっち側に開いた方がいいし、まあ、シンメトリーじゃないですけど右左にっていうところでめっちゃ神経を使って振り付け師として考えなきゃいけないところをこだわって作ってらっしゃって、梅坊とかはそこの大変さをサボってしまうところがあるんですよねだからユニゾンとか全員同じ方向で全員ってや同じ振り付けでバンってやってしまえば簡単だし、揃ってバッて単純なものは見えるんだけれども、そこで人山、まあ、さらに難しいところに行かれるというか、カオルさんは多分ね、そっちの方が私逆にユニゾンの振りが苦手なんですよ。逆に一人ずつ違うことをやってそれで絵を作るっていうか、どっちもできる上で、カオルさんの場合はどっちもできる上でそっちの方が好きだということだと思います。カオルさんはあのそのね、作り方好き、僕らはそっちしかできないんです。これ大きな差ですね。これは大きな差なんですけど、でも本当に計算されてますね。振り付けだけじゃなくて全体の絵というか、あともちろん音楽を感じられる力がものすごいので。この振り付けカウントで振りを入れられてるときはどういう感じなんだろうと思っていても、曲で一回合わせてみると、ああだからこういう振りなのねって理解がふって落ちてきて、すごいなってそこで思ったりします。嬉しいです。とんでもないっす僕がカオルさんの振りに対して意見を言うみたいなこと自体もありえない。いやいや嬉しいです。いやとんでもない。何をおっしゃいますやろすいませんいやいや、すいません、あの、まあ、ちょっとまとめ的な部分にもなってしまうんですけど、これからあの作品の公開が再来週ですかね。で、あの具体的にどういったところをそのダンスパフォーマンスで見てほしいなって思う部分とかお伺いしたいんですけれども、なんかそうですね、どんな問題見せてみろやっていう風に見てもらうんじゃなくて、その雰囲気と作品自体を楽しみに来てほしくて、そのダンスの振り付け見て一緒に体揺らして楽しんでこそのマサラミュージカルだと思っているんで、そのダンスの素晴らしさをとくとご覧あれという感じというよりは、一緒に楽しみに、その空間を楽しみに来てほしいっていう感じで僕は作ってるかなっていう感じなんですけど、そうですね、本当にあのお客さんが見てもう思わずこう体が動き出したり、思わずなんかやってみたいなって思ったりとかって思っていただけたらすごく嬉しいですけど、インドとかでもあるんですね、映画館とかでお客さんが立ち上がって踊っちゃうらしいんです、最後のダンスシーンとかは盛り上がったら自由にもやっちゃうぐらいらしくて、まあ、なかなか日本のお客さんでそうはならないとは思うんですけど、そういうな見たくなるような質感を醸し出せたらいいなと思っています。はい、ありがとうございます。大丈夫ですか、こんなもんで。